の、嫁さんが、すぐ来てるから、もう、嫁さんに限りませんけど、はい。僕の方が良いので、はい。まあ、経営の作業選手は、いつの売り上げの、はい。農業なども結構やっておりまして、野菜を作ったり、あとは和牛を飼育したりとなっていて、これ、実は網走刑務所で飼育しました和牛で作ったコロッケなんです。よし、よろしければ一つ作ってみて、召し上がっていただいて。和牛はね。はい。北海道を中心に刑務所で農業を今一生懸命やっておりまして、これはトマトジュースでございます。月朝刑務所の関係でやっております。まあ、こんな感じで、北海道が多いんですけれども、農業も一生懸命やっております。はい、私、韓国和牛という、ちょっと挑戦的な名前で、これが大変売れております。はい。
らをご覧ください。これは黒羽コンセプトで作りました。日光彫りの洋服の薬箱というのがありまして、これ日光彫りの中地域のです、ね、伝統工芸を含めやっておりまして、非常に地域の方で保存されている伝統工芸、それをご指導いただいてこういったものを作らせていただいています。今回非常にそのデザインの衣装も良くて、またその地域の吸い立てる工芸を取り入れているので法務大臣賞、はい、受賞いたします。まあ、その他ロケットストーブとか、まあ、こういったビールカッターですね、こういったものも法務大臣賞を受賞しています。